共同化効率化を積極的に推進することで生ずる経営資源を成長地域、成長業務分野へ戦略的に投入して収益力の強化と企業価値の向上を目指しますとしております。で、行為については環境やお客様のニーズの変化に適切に対応し、お客様に常に満足いただけるよう従業員一人一人のコンサルティング能力や事業評価力の向上を目指します。地域社会につきましてはグループの経営基盤である首都圏を中心とした地域におけるさまざまな課題に対し、高度なコンサルティングや金融的手法を活用したソリューションを提供することにより豊かな地域社会の創造に貢献します。現在地方創生等議論になっておりますけれども、まさに我々は、金融的手法を活用したソリューションを地方創生の中に生かしていくということもここに込めているわけでございます。お客様はですね、デューディーの過程で、調べますと競合しているお客様が横浜銀行の自己査定、対象のお客様の 0.1% 程度、それから東日本銀行の 1% 強ということですから、ほとんど競合がないというような、そういった関係にございます。シナジー効果、経費で30億、人員シフト200、これは5年間のと全体でございますけれども、経費削減としては5年間では30億ではなくて67億削減が効果がございます。で、それはどういうことをやるかというと、事務システムの統合だとか、各種事務センター、金融会社の集約だとか、市場部門や事務部門の一元化、本部組織の簡略化、長期店舗の統合、店舗サテライト化、ローコストオペレーションの導入等々等で浮いた経費の削減を、この下半に書いてあります営業体制の構築、収益シナジーに投入をするという考え方であります。で、横浜銀行については、個人を中心とした富裕層を中心とした、都内のところを中心に成長分野に投入するということで、単独共同店舗で5店舗新規出店、それから東日本銀行の既存店舗を営業拠点として10拠点活用する、それから資産家向けのコンサルティング営業を強化し、証券子会社への優勝紹介を拡大し、 ATM もの拡大によるカードローンの増強等を図る。経営統合は申すまではありませんが、合併ではなくて持ち株会社法人ということでございます。で、かねてより、私 IR 等でも申し上げておりますけれども、地方銀行の場合にはやはり地域性とかそれぞれの企業風土等がございますので、いきなり合併ということがなかなか難しい状況がございます。これまでの他行さんの事例にましても、持ち株会社方式が経営統合の主流理由になっているように思います。で、しかしながらやはり持ち株会社方式の下で両方がいかにこの統合効果をですね、なるべく合併に近い効果をいかに発揮できるかということが最大の課題だろうというふうに思います。地方銀行というのは基本的に営業区域が一定の地域に限られているわけですね。ですから今後その人口減少等がある、これ今申し上げた一般論ですね、人口減少があるといったようなことで地域経済が規模を縮小していくというような状況の中で、どうやってその地域のために、その役割を果たせるかというと、やはり銀行の態度、健全性、力というのは重要だと思うんですね。で、今横浜銀行がそういうところが不安であるということは全くありませんけれども、長い将来を考えていけば神奈川県もやはり人口は減っていくわけです。まだ当分減りませんけれども、 4、5年経ちますと神奈川県も減っていくと、で減ってからさあじゃあどうしたらいいかと考えるのは私は遅いんだろうと思いますね。減る前にきちっとした体力、経営基盤を持っていて、
こそ地元へ、貢献できる銀行になれるのではないかというのが私の考え方であります。